川澄綾子、川澄綾子、川澄綾子、1976年3月30日体は、日本の女性声優、ナレーター、歌手、大沢事務所所属、東京都出身、身長157センチメートル、血液型は B 型、本名、同じ。1996年の SME 声優オーディションで、代々木アニメーション学院賞を受賞。 tbsk アニメ、逮捕しちゃうぞ第33話にて、不敬 D 役でアニメデビューを果たす。東方音楽短期大学卒業。その後、デーブのエリー、リーシャ、バレンタイン、雪の女王のゲルダ、フェイトシリーズのセーバー、の、ダメカンタービレののため海など数多くのメインキャラクターを演じている。また、声優の本田千恵子の没後、夏目友人調陸のの笹後、 それいけ、アンパンマンの孫魔女など、本田が演じていた一部の役を引き継いでいる。愛称は公募で決まった、あやちぃ。その他では、あやちゃん、りょうれい、などいくつか存在している。小学生の時の呼び名は、あっちゃんだった。3歳よりピアノを習い始めており、ファーストアルバム、プライマリーでは、ボーカル5曲とインストゥルメンタル5曲すべての作詞、作曲を手掛けた。また、 ピアノでは、主演声優のみにとどまらず、音楽スタッフとして、作中 BGM を数曲制作している。アニメ版オープニングテーマ、通ーの作曲、演奏も行っている。の、ダメカンタービレにおいても、主演声優のみならず、2007年2月に開催された、のダメオーケストラコンサートにゲスト出演して、川澄が声を演じるのダメ、のだメ組が、作詞、作曲した。 おなら体操の弾き語りを行っている。アニメ、のだめカンタービレオープニングテーマとして、スエミツズスーミスの、アレグロカンタービレ EP の、1曲目に収録されている、ザ・タイム・スエミツ・メットのだめは、ベートーベンのピアノ・ソナタ第8番、悲壮、第2楽章を、バックサウンド、の、だめカンタービレ主人公ののだめ組、エン、河住彩子とのコラボレーションというユニークなトラックに、 仕上がっている。2007年2月21日発売ののダメオーケストラストーリーのディスニーの1曲目にアニメ版のダメ役のカワスミによるものが収録されている。星会の紋章でラフィール役のオーディションは長期にわたり行われたがなかなか決定せず100人以上の中からカワスミが選ばれた。TBS アニメフェスタ2010で出演回数ランキング1位で TBS のアニメーションに多大な貢献をしたことを称えて感謝状と記念品が贈呈された。金眼で普段はコンタクトレンズだが稀にメガネをかけた顔写真が雑誌やウェブサイトに掲載されている。ザウの名は人間万事採用が生ま。学生時代からジョジョの奇妙な冒険のファンであり、東京で開催されたジョジョ展にもおっ和幸。 大川はトールら共演者と一緒に来場した。猫好きである。料理好きで、作るだけでなく、人に振る舞うのも楽しみだという。野戸真美子や生ためひとみ、大原さやかなど、多くの声優にも料理を教えている。トマトが好物で、目がないという。いわゆるギャル芸に声を当てる一方で、自身もよくプレイするという。好きなミュージシャンは、クリッパーズギター、ラトウィンプス。 スキューバダイビングのライセンスを取得しており、まとまった休みが取れた時は、世界各国へ潜りに行く。野球観戦が好き。きっかけは、友人の親が、ヤクルトの株主で、定期的にチケットを分けてくれたこと。練習場で出待ちをして、古田敦也選手と写真を撮ってもらったことがある。食べられないものはメロン。所属事務所の後輩である、野戸まみ子から慕われている。 プライベートでも二人だけでカラオケや北海道などに旅行に行くこともある。また、同じ事務所であり同じく、野戸真美子を慕う渡辺明の友信仰が深く、渡辺のよくば単位を取り合っている仲ですというコメントにも応じていた。渡辺とはお互い猫好きであり、猫集めを勧められる。千葉最古は川澄のマンションによく出入りしていた時期があり、その当時は川澄 両親より多く家に来てると語っていたほどである。また、特に生ためが、川澄の家によく料理を食べに来るとのことで、食べたい料理をリクエストするほどであり、川澄宅で晩ご飯を食べよう企画では、佐藤里奈と川澄宅を訪れた。くぎみやりえも仕事終わりに、川澄の料理を食べに来る時があるとのことである。ゼーガペインで共演した、花沢香なは、 アフレコ経験が浅かったため、現場では川澄から技術面でのアドバイスを受けた。後に、花沢が大沢事務所に移籍したこともあり、先輩後輩の関係となっている。アニメ、いちごマシ、マロで共演した、生ためひとみ、千葉さえ子、折笠富子、前日のぬとと、マシマロ界という親睦会を結成して、親交を深めた。松岡幸や伊藤生徒も信仰が深く、 伊藤のブログに出たり食事に行くなどしている。マホロマティックや、好みにくくも美しい世界、怪物王女で、姉妹役を演じた、清水愛からは、プライベートでも、お姉ちゃんと呼ばれ、慕われている。大浦風ゆ香とも仲が良く、猫好き仲間であり、食事したりや旅行もするという。大原さやかからは、あやちゃん、あやちと呼ばれ、大原のブログ、さやかの業務日誌では、 たびたび名前が載る親しい間柄である。星総一郎、ゆかなとは、声優としてデビューする以前から面識があり、中田常ジ,ジのことは、ジョーおじさんと呼んで慕っている。ふとじは、メインキャラクター。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。